おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3339です。はい、今回紹介するのはですね、前回ですね、周りに置いてますね、こちらですね、武装パーツの組み立てをね行いました、ハイパーボディ AG01 ラーク2をですね、こちらの方の武装パーツの組み立てをねやっていったということで、今回ですねこちらのパーツのね取り付けやっていきたいと思います。で、こちらのパーツですねの取り付け方に関しましては、こっちのねパーツの方の説明書ですね、こっちではなく本体ですね、フィギュア本体の方の説明書、こちらの方に組み付け方が載ってるっていうね感じになっておりますよと。はい、とりあえずはパーツ単体をね見ていった後に取り付けいきたいと思います。とりあえずパーツとしてはこちらですね、これが背中につくパーツと、で一応ここの軸を使って取り付けると、横とかね後ろ上と下と、ここのところに支柱をね組み付けるという感じになっております。このパーツ単体としましては、根元ですね、こちらの中心ブロックのところについてるこちらの中のウィングですね、ここの可動と、ここ以外のこの接続ですね、こちらのジョイントでの可動を開き、ここでひねりが効くようになっております。あとここの部分がですね、下の部分がちょっと動きはしますが、上の部分自体はこの状態でガシャッと潰れるとかね、こっから展開っていうわけではなく、ここの部分はこちらをね公開のパーツに差し替える形になっております。まあここの部分の根元とかね、ジョイント関係組んだばかりだとね、やはり渋いので、少し調整しておいた方がいいと思いますね。変な感じで動かすと、そこからモリッといきますね。そのところは気をつけた方がいいと思います。それ以外の展開状態のパーツというのがこちらですね。で、組み付ける位置がここになってるんで、最終的にはこうですね、ここのブロックが内側に入って、これがガシャッと入ってるか、それともね斜めにドンドンっていうね変形方法だと思いますけど、できることならこちらね差し替えではなくね展開方式の方が良かったような感じですかね。一応こんな感じで、ね、展開状態のパーツもありますと。それ以外に手持ち物としてはこちらですね、銃、特に名称はないですけどね、まあこちらライフルみたいなやつがありますよと。グリップに関しましてはここですね、こっちではなくもう一個後ろにねありますんで、ここに対して手首パーツで保持させます。特にマウント部分とかですね、軸があるとかいうわけではありませんので、使わない時にはねリアアーマーにつけるとか、サイドアーマーにつけるとかね、そういうようなマウントギミックは特になし。で、こちらの武器ですね、これに関しましても特にこの状態からねガッチャンっていうね展開ギミックはなし。ここの部分がね少し開くかなぐらいですよね。まあここの部分は基本開かないって感じかな。ここが伸びるんですよね。で、ここ展開できるっていう感じなんですけど、この辺がね入ったりとかすれば面白いんですかね。そういうギミックは特になしという感じになっておりました。はい、一応各パーツはこのような感じになっております。ではね、早速ね取り付けいきたいと思います。取り付けに関しましては、まあ先ほどねちらっと言いましたが、こいつをね背中に取り付けるという感じなんですけど、取り付けるときにこの状態ですね、そのままエイと入るんではなく、ここの中間ですね、ここのところにこいつをね入れなきゃいけませんよと。こちらのパーツ自体はプラモデルの方ではなく、こちらフィギュア本体ですねと一緒にね同梱されておりますので、このパーツがね欠品の状態だと多分つけることができませんのでね、連絡した方がいいでしょう。で、入るのは支柱を取り付けていたこちらのポジションに刺さります。ただここの部分かなり硬いんでね、で多分こいつ自体は塗装済みのパーツですね。で、六角なのでグリグリひねるっていうよりも、この状態でね多少ずらしながら奥までぶっ刺すという感じで、頑張ってね奥まで入れてあげましょう。抜けなくなる可能性がありますので、十分気をつけながらねこんな感じでセッティングすると。出来上がったら、こちらね今組み付けたアタッチメントパーツのところに対して、こちらのパーツをズボッと入れると。腰とか背中っていうよりもね、さらに下のねお尻のあたりに配置される感じになっておりますね。はい、一応つけるとこんな感じです。で、足とかにね追加パーツとかがありませんので、まあ腰回りっていうか背中っていうかね、そこのところにパーツがちょっと追加される感じになっておりますよと。つけるとこんな感じ。外観的には正面がこちらで、横ですよ、後ろ、反対側、そして上という感じになっております。で、この状態だとね当然ながら後ろが重たくてね立たせることができませんので、支柱を組み付けると。支柱の取り付け位置は下ですね、こちらの方に組み付けてあげて、あとはガクガクと曲げてあげれば問題なく立たせることができるかなと。ただここの根元ですね、ここの部分の可動方向とかも一応考えておかないとダメかな。一応限界値がこうなっちゃうんで、ここの部分は多少考えておかないと厳しいと思いますけどね。一応取り付けに関しましては
まあ、こんな感じでね、立たせることができましたと。まあ、宙に浮かせてもいいですね。はい。一応こんな感じで取り付けることができましたよと。ではですね、この状態で、背中のパーツをね、交換して展開状態にいきたいと思います。展開状態にするときには、こちらのね、ここのパーツを外すと。外すのは上方向に8抜きます。ひねると壊れますんでね。まあ上にパチンと抜くっていうね、そんな感じで取ってあげます。これが外し終わりましたら、こちらのパーツね。このパーツをここに同じ感じでバチッと入れるだけっていうね。こういう感じでございましたと。まあ見ていただくとわかる通り。ここの部分がスライドして、さらにこちらの黒いやつがスライドするっていうね。そんな感じっぽいですね。はい。で、こちらのクリアパーツ、ウィングですね。これをつけることができますよと。これ、こっちつけるかこっちつけるかっていうね、選択ではなく、両方つける感じになりますよと。そちらの展開方法は、プラモデルの方の説明書ですね。こちらの方に載っております。特に順番はありませんけど、一番でかいやつを先に入れるかな。これを所定のポジションに差し込むように入れてあげますよと。ここね、カチャッと入れる感じかな。で、うまくはまれば、ロックされるという感じになっております。はい。バチンって入りましたと。で、あと上ですね。こういうところもしっかりとね、密着させるようにつけてあげましょう。これが入りましたら、この上ですね。ここの溝のところに、こちらのね、細いやつですね。これが同じような構造で、ここにスポッと入るっていうね。こんな感じでつけることができましたと。で、とりあえずね、後ろ方向にね、展開してもいいですし、根元のジョイントですね。これを利用して、内側にね、寄せて、こんな感じでね、展開することもできると。反対もね、同じ構造なんで、ささっとね、つけてしまいたいと思います。はい、展開状態にできました。これになったことによってね、先ほどのノーマル状態、それから武装ついた状態、展開状態とね、3形態になるんで、かなりいい感じかな。派手になるんでね、非常にいいと思います。ただ派手になった分だけ後ろ方向に重量がね、いってしまいますんで、台座がさらに必須になるという感じですね。あと今回触ってみて思ったのは、ちょっと根元ですね、ここの部分が気持ち緩いので、そこの部分のね、補強とかをしておかないと、台座はしっかりとしてるんだけど、こちらね、本体だけくるくる回る可能性がありますね。こういうところはちょっと調整しておいた方がいいでしょう。はい。一応武装状態ではね、はこんな感じ。あとは手持ち物をつけていきましょう。手持ち物に関しましては、こちらね、手首パーツがありまして、とりあえず今ですね、ここに平手つけてますけどね、もともとは手首パーツ、グーパーツがセッティングされております。射撃武器を取り付けるときにはこちらのパーツ、近接武器は下と。とりあえず、右手に射撃。左手に近接というふうにやっていきたいと思います。付け方に関しましては専用の手首パーツを用意してあげまして、ここのグリップのところに、まあ大体いつものとですね、ズボッと刺してグリッとひねってね、頑張って取り付けてあげると。まあ取り付けるとこんな感じでね、組み付けることができましたと。で、これがね、用意できましたら、本体をね、やった時にもやりましたけど、手首パーツをここから8外してあげて、あとはここに対してブスッと差し込んであげれば取り付けることができると。取り付けたのがこの形になりますよと。はい。まあ、一応軽量ではね、あるんで、問題はね、ないといえばね、問題ないんですけどね。ここの部分がへたってきた時に、この状態でくるくるね、回ってしまう可能性があるんで、できることなら前腕と、こちらね、ライフルの方をこう、つなぐ何かしらのね、アタッチメントパーツ。この状態で見えないようにね、影になるね、こっから何かしらつながるとかね、そういうパーツがあってもよかったかなってね、ちょっと思いますけど、一応こんな感じで装備させることができましたと。あとは近接武器、こちらがですね、まあ手首パーツ見ていただきますと、ちょっと分かりやすくね、ここただの筒状態になっておりますよと。なので、ここの部分をね、無理やりグイッと広げてね、差し込むんではないので、お尻の部分ですね、こちらのパーツ接着してしまうと脱着不可能になってしまいますよね。ここの部分は接着厳禁。ここもね、抜けるんですけどね、ここの一段がね、ポコッと出てるんで、こっち方向から刺そうとしても、そこの部分にね、多分当たってしまうと思いますので、やはりお尻から刺さなきゃいけないですね。なので、ここの部分、エイと外してあげまして、こっからスーッと入れると。まあ、最初のうちちょっとね、どうしても硬いんでね、気をつけなきゃいけないですけど、まあ一応ね、こんな感じでつけてあげれば、こういう風に取り付けることができましたと。やはりここの部分をね、こっちからいけるようにすれば、ここのね、小さなパーツ、紛失ね、防止になるんですけどね。まあこういう風につけるしかないので、この形でつけてあげましょう。で、あとは先ほどと同じ感じで手首パーツ外すと。で、ジョイントが抜けてしまえば、こっからね、ジョイントを抜いてあげまして、今の手首パーツ側に移植すると。まあこれはね、いつもと同じ方式なんでね、とりあえず問題ないと思いますよと。こういう風に外してね、組み付けることができましたら、あとはこいつをね、ブスッと差し込んであげれば、
このような感じでね、フル装備というかね、にすることができましたと。フィギュア本体の方と、それから武装状態とかね、こういう風に組み替えできるのはね、なかなかいいとは思いますけど、まあ、ちょっと惜しいのはですね、こちらの武器パーツ、とりあえずこのライフル、あとこちらのね、槍というか剣というかね、この二つしかないのはね、まあいいとしても、使わない時にはその辺にポイというね、ここのパーツと同じような感じで、その辺にね、ポイッと押して、おしまいという感じになってしまうので、できることなら、背面とかね、あとは太ももとかね、そういうところにマウントしておいて、使う時にはそこから外して保持させるとかね、あとはこの状態、一個ずつになってるんで、できればね、このパーツ二つね、組み合わせてね、一個の武器になるってね、そういうギミックがあっても面白かったのかなと。あと、背面パーツ。このクリアのね、ウィングパーツついてますけど、このギミックで固定されるっていうことが考えられるんであれば、若干保持力弱くなってもいいので、ここの部分がね、展開ギミックがあってもよかったのかなと。この状態で動いて、クリアパーツで固定されるっていうね、方式だった方が、この辺のね、余剰パーツが減ってね、良かったような気がしますけどね。まあ全体的な造形としてはね、なかなか良かったんじゃないでしょうか。このシリーズ今後もですね、展開されるようであればね、また入手してね、紹介できればと思いますけど、気になった方はね、チェックしていただきたいと思います。ただ、最初の時もね、言いましたけど、こちら、プラモデルのパーツですね。この銃とか、剣とか、背中のウィングですね。この辺をね、作る必要性がありますので、プラモデル系がね、得意じゃない人にとってはね、ちょっとしんどいと思うので、まあできればね、フィギュア本体でも使えるようなね、小さなハンドガン、あとはナイフとかね、そういうのがあって、で、装備させるとこの形。で、先ほど言ったナイフとかね、ハンドガンを中間に挟むことによって、これとこれとね、付属の武器を組み合わせて一つの武器になるみたいなね、そういうようなね、連携ギミック的なものがね、あったらさらに面白かったかなと思いますかね。まあなかなか良いと思いますんで、気になった方はチェックしていただきたいと思います。ということで今回ですね、ハイパーボディの AG01 ラークニオ。こちらはね、まずは前回組み立てましたプラモデルパーツですね。そちらの方の外観とかを見ていった後に、本体への組み付け、それからね、ウィングパーツの展開と武器の保持ですね、をやっていきました。はい。ということで次回ですね。次回は SH フィギュアーズをね、久しぶりにやっていきたいと思います。こちらに関しましてはね、テレビアニメ化されたね、作品の中からの立体化となっております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。